今年4月、知床沖で乗客乗員26人を乗せた観光船が沈没した事故で、先月、知床岬近くの啓吉湾で、ボランティアによる行方不明者の捜索が行われ、頭蓋骨のほか、ジーンズやスニーカーなど、女性用の衣類が見つかっていました。見つかった頭蓋骨について、北海道警察が DNA 鑑定を進めていましたが、海上保安庁によりますと、今月2日、この事故による行方不明者の1人と DNA 型が一致したということです。また、行方不明者の家族にはすでに連絡しているということです。